はい、皆さんこんにちは、ひろきです。スタジオ編を終わりまして、すぐにでもですね、アップしたかった動画がありまして、何かと言いますと、これですよ。センドリターンに関する詳細をですね、私がちゃんと上げれてなかったので、それを今回は詳しく、2回に分けて、やりたいと思っております。まず1回目に関してはですね、このセンドリターンのここですよ。このセンドリターンブロックの詳細に関して、どういう風に使えるのかですね、詳細をご案内したいと考えております。で、2回目はですね、こっちの方が今回の動画のメインになるかもしれないんですけど、実は皆さん HX ストンプは FX を2ループ使い分けることができるっていうものなんですよ。まあ、次の動画で詳しくはやるんですけど、HX ストンプのこの LR っていうこの表記がありますよね。 L に1個のエフェクターで、R にもう1個のエフェクター、これを使い分けできるっていうものなんですよ。これをね、僕がちゃんと説明していなかったっていうのと、今回エフェクターボードの配置をちょっと変えましてですね、より使いやすく、してみましたので、その動画を撮るためにこの説明をちょっとしておきたいなというものでございます。で、早速ですね、センドリターンがどういう風に使えるのか、これをやっていきたいんですけども、まず一般的なというかですね、まあ、結構多くの人が使うのは、これですよ、FX ループ。今回、フリードマンのコンパクトエフェクタークローンを FX ループに入れております。まあ、これをするとですね、まあ、どういう風に使えるのかと言いますと、インプットからギターを挿していますので、とアンプブロックと IR を置いてるんですが、まあ、普通のクリーンの音が流れますよね。ここに歪みの FX ループの L に合わせます。FX ループに合わせると、っていう風にここの歪みを通った音が L のループで入ってるわけなんですよ。うん、まあ、これが一般的な使い方かなと思うんですが、実は他にもですね、たくさん使い方がありまして、それを紹介したいなと思っております。フリードマンはちょっと弾かせていただいて、この画面をメインで映しますね。はい、ということでですね、この、ループのブロックですね、ここに何があるのかと言いますと、こっちに回して、はい、ここからですね、このセンドの L、 あ、端子を落とした方が分かりやすいですね。すいません、戻します。すいません、戻しました。でですね、今ギターのインプットがここから入っています。このセンドの L っていうのは何かというと、この3つ端子がありますよね。センド、リターン L、リターン R ですよね。で、このセンド L はセンドから出ていく、この端子ですよね。うん、これが今エフェクターにつながってるわけなんですけどね、このフリードマンにつながってるわけなんですけども、これどういうメリットがあるかっていうと、このブロックからと手前のものまでのエフェクターを L のセンドの L から出力するっていうブロックなんですよね。まあ、これが何が便利かっていうと、アンプの切り替えとか、これもこれでできちゃうと。まあ、だからこう出力先を変えることもできると。まあ別にメイン端子でやってもいいんですけど、まあ、ここでも切り替えることができるということですね。で、それの R。つまり出力先をメイン合わせると4つまで出せると。まあまあ別に全部使う人はいないと思いますけど、まあそれもできるということですね。で、これ、リターン L。これはね、何が便利かって皆さんパッと出ますか？これ、ギターの持ち替えとか、ギター2本接続するとかもできますし、うん、こっから、リターンの L から入力することができるというものですね。この置いたブロックから後に、まあ、聞くんですけど、そっから、こっから入力することができるということですね。うん、それの R と、LR があるということですね。で、ミックスパラメータもあるんで、こっちの入ってきた入力と、センドからの入力の比率を変えることができると。いうことです。はい、で、FX ループ。これがさっき使ったものですね。だから今、なります。うん、これが FX ループの L の方。つまり、センドから出たモノラルが L のモノラルで返ってくるということです。で、FX ループの R。これがここの上、今刺さってない R に、こっから出た R のモノラルの出力がこっちに R で返ってくるということですね。うん、次、ステレオなんですけど、このセンドの LR っていうのは、こっから出ていくステレオの端子ということなんですね。まあ、そのまんまですけどね。で、リターンも返ってくるだけ、2発ステレオで返ってくると。で、FX ループの LR。これは、ステレオで出力されたものが、ステレオで LR で返ってくる FX ループだというものです。例えば、ステレオインができて、ステレオアウトができるスイッチャーとか、エフェクターとかに使うと、ステレオ効果がそのまま使えるという非常に便利なブロックというものですね。
でですね、私が今回皆さんにどうしても伝えたかったのがこの FX ループの L と R なんですよ。一番最初に言った HX ストンプは2つループが持てると、ここなんですよね。つまりここからステレオ出力して LR で2つループを作ってこっちに返してくるんですよ、それぞれのループで。そしたら例えばループ L にはコンプを入れて、ループ R にはディストーションを入れるとか、それをこの好きなブロックに置くことができるんです。それ結構良くないですか。例えばこれ FX ループの、L が入ってますよね。でここの横になんかエフェクター入れて、ここに FX ループの R を入れる。つまり1回通ったものがエフェクターを通ってまた FX ループの R で通ってまた返ってくると、そういうこともできるってことなんですよ。もちろんここから出力もできますよ、こういう線路とか使えば。はい、ということなんですよ。これを皆さんに言えてなかったなと思って動画を撮りました。はい、で1回目のご案内はこういうブロックのですね説明だったんですけど、次実際僕がですねどのように今回新しく組み上げたボードに取り入れたか、説明したいと思いますので、どうか楽しみにお待ちいただければと思います。今回の動画は以上。今回のですね動画なんですけれども、前回の動画に引き続きまして HX ストンプのですねセンドリターンのお話でございます。この HX ストンプをボードに戻したんですけども、次の動画で組み替えたボードの説明をしたいと思うんですけども、このセンドリターンをですねどういうふうに今回使っているのかですね、これを説明したいと思います。何かっていうと、これ FX ループのセンド、ここすいません暗くて見づらいんですが、ここからですねステレオアウトしています。 L と R にセンドから振り分けをしてまして、1本はフリーザトーンのですねループボックス LB2 に入っています。で1本はボス MS3 のインに入っております。ここまで来たら皆さんわかるでしょうか。つまりですよ、この HX ストンプの FX ループっていうのは前もお話しした通り L と R で2つモノラルでループを作ることができると。それでこの好きなところにFX ループの L と R それぞれを配置することができるということなんですね。僕の場合は R の方に歪み系を寄せて L の方に MS3 を入れたんで、用途によって使い分けを行うんですけども、こんな感じにですね FX ループ R の方、L の方はディストーション、 R の方は空間系とかモジュレーションとかね、そういう風に使い分けをすることができるっていうのをぜひ今回説明したかったところでございます。で今使っているこのステレオのですねケーブルなんですが、片方は白片方は赤色というようなものが2回線で出ると、2回線に分けているという状況でして、これも安いんですよね。楽天とかアマゾンとかで1000円ぐらいで売ってるので、もしよかったらもし気になる方はチェックしていただければと思います。これがどういう風に便利なのかちょっとねボード全体を映さないと何ともということなので、次回の動画でこの新しく組んだボードの紹介をしたいと考えております。かなりですね HX ストンプをメインに使ったボードになってしまったんですが、なかなか便利な、しかも音がいい感じになりましたので、何かの参考にしていただければと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。